海で食べさせ合いっこって、ちょっと恋人っぽいですね。キュンってしちゃいそう。このままテレポーテーションで、無人島に駆け落ちしちゃいますか。冗談です。冗談。行ってみたかっただけですよ。寒かったら行ってくださいね。私のテンポコリンケープ貸してあげます。これもいいことですよね。綺麗ですね、海。ぷかぷか浮いて、海の果てまで流されてみたいかも。バシャバシャバシャーン。冷たくて気持ちいい。たまに子供っぽいことするのも、ちょっと青春ですよね。そんなに見つめちゃダメですよ。なんて、冗談ですよ。岸さんになら、見せてあげます。私の、どんなところでも。人気者な岸さんを独占？誰かに見つかって咎められないか、ハラハラドキドキして、いけないことしてる気分です。忘れられない夏の思い出、たっくさん作りましょうね。岸さんのこと、もっと好きになりたいので。水鉄砲大会しませんか？濡れたら溶ける水着で、バトルロワイヤル。きっと楽しいですよ。水泳に、砂のお城、ビーチバレー。海の家でお昼食べたり、夜の浜辺で花火も素敵ですよね。やりたいことがいっぱいです。行きますよ、ガンパさん。水鉄砲で、トルルルルみそらちゃんったら。うん、水鉄砲もいいですね。ばらまく攻撃は性に合ってます。びしょびしょになっちゃった。みそらちゃんだけ水鉄砲ありなんてずるいわ。でもそのいろいろあったけど、こうしてまた私と遊べて嬉しいのって感じですかね。うん、それにあなたも一緒で。そうですそうです、ランファさんもいいことクラブ入っちゃいます？よかったら。え？いいの？いいですよ。もともと入部資格なんてないですし。じゃあ私新入部員ね。まずは何をしたらいいかしら。はい、まずはえい。みそらちゃん、すみません、言い忘れてましたけど、今日はクラブ活動お休みの日なので、水かけっこ続行です。おやすみ。はい、ちなみにリリちゃんは修行の続きで、ネアさんはカリザくんのしつけじゃなくてデート中です。デート？ランファさん今羨ましい。
とか思っちゃいました？岸さんとデートしたいなって思っちゃったんですね。水着で。それは、その、そんなことは。ことはあります。まあ、でもね、今は、やっと、みそらちゃんと仲直りできて、こうして一緒なんだから。我慢しちゃうんですか？岸さんとのデート。そうですか。それじゃあ、私が岸さんとデートしますね。えい。みそらちゃん？ぎゅっ。岸さんの左腕ゲットです。なかなか倍率高いんですよね、ここ。そんな、ずるいわ、みそらちゃん。これじゃ、私だけ余っちゃう。みそらちゃんは、私と遊ぶの嫌？え？そんなわけないじゃないですか。でもでも、私も岸さんとデートしたいんですよね。というわけで、ランファさん、ここは一つですね。岸さんシェアしちゃいませんか？岸さんシェア？そうです、そうです。私、好きなものって壊すか独り占めしたくなっちゃうんですけど、ランファさんとならシェアもいいかなって。ありがとう。よくわからないけど、でも3人でデートなら賛成。あなたはどうかしら？それじゃ、岸さんシェアスタートです。まずはランファさん、私を参考に岸さんの右腕にギューってしましょうね。失礼します。ランファさんたら、ちょっと見ない間にすっかり大胆になっちゃってますね。そんなことはありますって。前は夢の世界で膝枕だけでも大騒ぎだったじゃないですか。覚えてないです？もちろん覚えてるわ。確かにあの頃とはちょっと違うかも。それにあなたの腕を取るのは初めてじゃないし、あの時も水着で。ランファさんってば、私の知らない間にずいぶん岸さんと進んじゃったんですね。私、置いてかれちゃいました。そんなことないわよね。やっぱり。ランファさんばっかりずるい。私も岸さんと大人の階段登りたいです。あ、本当？
その時には先輩のランファさんにお手本見せてもらわなくちゃですね。ねえランファさん。あ、やっぱり。もうランファさんばっかりずるい。私も岸さんと大人の階段登りたいです。その時には先輩のランファさんにお手本見せてもらわなくちゃですね。ねえランファさん。私がお手本なんて無理よ。もうミソラちゃん。ごめんなさい。ちょっと久々だったのでからかいすぎちゃいました。熱々になったランファさんを冷ますためにもちょっと泳ぎませんか、騎士さん。ああ、泳ぐの得意じゃないんですっけ。でも大丈夫ですよ。今日の騎士さんの両腕には浮き袋がギューってくっついてますから。やっぱりくっついたままだと立ち泳ぎくらいしかできないですね。そうね。それにドキドキして大変だったわ。パレオも流されそうになっちゃうし。騎士さんが捕まえてくれてよかったですね、ランファさん。あ、そうです、水も滴るいい騎士さん。私のタオルでふきふきしましょうね。ランファさん、反対側お願いします。万歳してくれる。ふきふき、キュッキュッ、これでよしっと。それじゃあ騎士さん、次はどうしましょうか。あ、大変です。それじゃあ一休みしないとですね。ねえランファさん、騎士さんに横になってもらって休ませてあげなくっちゃですよ。こういう時はどうすればいいんでしたっけ。膝枕。さすがランファさん、わかってますね。でも今日は喫茶シェアなので。私とランファさん2人で喫茶を膝枕しちゃいますよ。ミソラちゃんったら。どうしたんですかランファさん、お顔が真っ赤ですよ。だってこんなの水着だから。直にあなたに触ってしまってるし。それだけじゃなくて、ミソラちゃんの太ももと私の太ももが触れ合って。ランファさんのお肌すべすべですね。スリスリ。くすぐったい。もうランファさんってば、今の私たちは枕なんですから。そんなにもぞもぞしてたら騎士さんが。ぐっすりみたいね。騎士さんってば
普段から激務ですからね。ゆっくりお休みしてください。今日は本当にいい日ですね。天気はとっても良くて、空も海もクラクラするくらい真っ青で、騎士さんをシェアしてランファさんと仲良く遊んで、ぶっちゃけもう二度とないかなって思ってたんで、ランファさんとこうして仲良しするのって。ミソラちゃん。私ですね、あんまり何かにこだわったり執着とかする方じゃないみたいで、いいかもって思っても次の日はポイってしたくなったりとか、誰かと取り合いになりそうならすぐ諦めちゃったりとか、なんかそんな感じなんですけど、でもでも騎士さんは私の中でちょっと例外になってるみたいで、それに誰かと大事なものをシェアとかこれまで考えたことなかったんですけど、今までは大事だって思えるものがなかっただけじゃなく、シェアしてもいいかなーって思える相手がいなかっただけかもなんて思ったりして、こうしてシェアしてみるまでわかりませんでしたけどね。それってもしかしてシェアの相手が私だからとか思っていいの？騎士さんは例外ですけど、私のことあんな無茶して止めようとしたり気にかけてくれる人、ランファさんが初めてなんですよね。ランファさんならもしかしたらお友達じゃなくてお友達になれるかもとか思っちゃったりなんかして。ミソラちゃん、私も同じ気持ちよ。ありがとうございます。でも今さらですけどごめんなさい、ランファさん。レイジレギオンを抜けた時のこと、謝って許してもらおうなんて、やったことがチャラになるなんて全然思ってないんですけど、でもきっとランファさんのことだから私のことでとっても悲しい気持ちになったと思うので、いっぱい泣いちゃったわ。ですよね。だから私のためにそんなに悲しませちゃったこと、ごめんなさい。いいの、いいのよ、ミソラちゃん。そんなこと、いろいろあったけど、でも、やっとこうして、本当にお友達と呼び合えるようになったんだから。そうですね。私、天の尺なので、またやらかしちゃうかもしれませんけど、お友達でいてくださいね、ランファさん。おはようございます、騎士さん。なんにもないですよ。ランファさんとイチャイチャしてただけで。それじゃあ、騎士さんも起きたところでご飯を食べに行きましょう。私、ラーメンがいいです。ミソラちゃん、さっきのは。ほらほら二人とも、はーよくラーメンはシェアしてあげませんからね。
はい、ランファさん、焼きそばです。あ、ありがとう。はい、ランファさん、焼きとうもろこしです。アイスとホットケーキです。はい、ランファさん。ジャガバタとシーフードカレーと冷やし中華と浜焼き盛り合わせとフランクフルトとかき氷です。待って、ミソラちゃん。こんなに食べられないわ。大丈夫ですって、キッさんもいますし。ラーメン美味しかった。あれ、ランファさん、どうしたんですか？お腹がいっぱいで、それに、なんだか急にすごく眠くて。ご飯食べると眠くなっちゃいますよね。さっき泳いだってのもありますし。じゃあランファさん、今度は私とキシさんで膝枕してあげますよ。つやつや。はーい。ところでこの場合どうなるんでしょうね。もちろん岸さんシェアの話に決まってるじゃないですか。私とランファさん二人セットでキシさんとデートしましょうって話でしたけど、ランファさん寝ちゃいましたからね。なのでランファさんが起きるまで私がキシさんを独占しちゃいます。モノポリーってことで、肩失礼しますね。ピタッ。キシさんとぴったり肩を寄せ合って、潮騒を聞きながら、血の海みたいな夕暮れを眺めて。あ、いいですね。いい感じに、キュッって来てます。ねえ、キシさん。この夏はいろいろありましたけど、私、いい子でした？ちゃんと、キシさんのお願いを守れてましたか？よかった。保釈期間中はいい子のままでいるって、ランファさんたちには約束しましたけど、それはもちろん本気で言ったつもりですけど、キシさんに認めてもらっちゃったら、本当に喜んでもらえるんなら、もう少しだけ
いいことしてもいいかなって思っちゃいます。たくさんですか。でもでも、それならご褒美があった方が頑張れるかなって。飼ったことないですけど、ワンちゃんとかしつけるときってちゃんとできたらご褒美あげるんですよね。ワンワン、クンクン、なんて。私みたいな悪い子もいいことしたらご褒美がもらえるって覚えたら、普通のワンちゃん並みにはなれるかも。あ、これはワンちゃんに失礼でしたかね。さすがに。ま、そんなわけですので、キッソン、ご褒美ください。そうですね、 A とか B とか C とかおねだりもありですけど、たくさんいいことしてほしいなら、いきなりすごいご褒美もらっちゃうと後が続かないかもですよね。じゃあじゃあ、まずは私が質問しますので、キッさんはそれに正直に答えてください。いつだったかの誕生日 Q&A の逆バージョンみたいな。私がキュンってするかもな質問ですよ。例えば、私とランファさんどっちが好きですかとか。いいですね、いいですね。今のかなりのキュンでした。寝てるランファさんには悪いですけど、ミソラポイント100万点追加って感じです。どんどん行きましょう。ミソラとキシさんのキュンキュン Q&A コーナー。そうですか。やっぱりランファさん超ハイスペですからね。性格も私と違って終わってないですし、きっといいママになるんじゃないですかね。私もこれ以上ランファさんに負けないようにもっと頑張ります。気を取り直してどんどん行きましょう。ミソラとキシさんのキュンキュン Q&A コーナー。優柔不断ダメですよ。ま、今のは練習問題ってことで許してあげます。それじゃあ気を取り直してどんどん行きましょう。ミソラとキシさんのキュンキュン Q&A コーナー。第2問、妹と姉どっちが好きですか。なるほど、納得です。キシさんの妹ちゃんを名乗る子ってもう両手じゃ数えきれないくらいいますもんね。もう一人くらい増えても平気ですかね。お兄ちゃん、あんまりしっくりきませんね。やめときましょうか。それじゃ第3問、キシさんは浮気しちゃう方ですか。そうなんですか。ちょっと意外かもです。というか年上属性が好きってことですかね。個人的には後輩属性なんかおすすめなんですけど、まあいっか。次です、次。それじゃ第3問、キシさんは浮気しちゃう方ですか。そうなんですか。なるほどなるほど。ちなみに私は浮気されちゃっても平気ですよ。男の子なら気まぐれしちゃう時とか普通にあると思いますし、そもそも
同じものを好きで居続けるって大変だなって。理解のある私がいてよかったですね、騎士さん。じゃあじゃあ盛り上がってきました。第4問。騎士さんって大きいのと小さいのどっちが好きですか？そうなんですか。騎士さんって一途なんですね。ぶっちゃけそうでもないのかなって思ってました。いっつもいろんなことデートしてますし、キザなこととかすぐ言っちゃうんですから。あ、怒らないでくださいね。キッさんのそういうところ素敵だと思いますよ。じゃあじゃあ盛り上がってきました。第4問。キッさんって大きいのと小さいのどっちが好きですか？ちなみに私は結構大きい方ですよ。わーやったー。つまり私は騎士さんの好みのタイプってことですね。なら今後もそこを成長させていくのもありかもです。さてさて、楽しいキュンキュン Q&A も最後の一問です。なんとなんと、このクイズの答え次第ではこれまで稼いだミソラポイントが1億倍になっちゃいますよ。びっくりです。てっきり大きい派かと思ってました。キッさん、コッコロさんがいつも一緒ですけど、ナイトメアのお世話になるようなことしないでくださいね。ランファさんも私もそうなったら悲しいですし。さてさて、楽しいキュンキュン Q&A も最後の一問です。なんとなんと、このクイズの答え次第ではこれまで稼いだミソラポイントが1億倍になっちゃいますよ。では質問です。騎士さんは悪い子って好きですか？そんなこと言っていいんです？私を喜ばせてこれからもいいことさせようとか思ってません？あ、どっちでもいいんですけど。どっちでもいいんですけど。だって騎士さんがどんなつもりで言ったとしても、私結構普通にキュンって来ちゃったので。ちょろいですね、我ながら。というわけでキスしましょうか、騎士さん。はい、だってミソラポイント1億倍オーバーだったので。それに、寝てるランファさんの横でキッさんとキスだなんて、考えただけでドキドキしちゃいますね。ランファさん、ランファさんとキッサンシェアするのはとっても楽しいんですけど、だからこそ抜け駆けしちゃったらとってもとってもキュンキュンしそうだなって。こういうところが悪い子なんですよね、私。じゃあキッサン、目を閉じてください。それとも、キッさんからしてくれます？ではでは、どうぞ。ミソラ様、何をなさっているのですか？あ、リリちゃん、
修行中じゃなかったんですか？あらら、残念。まあでもしょうがないですかね。キッさんの周りには可愛くてとってもいい子がいっぱいですし、そりゃ私みたいな悪い子なんか正直ちょっと胸がズキッてしちゃいました。びっくりです。本当驚きです。私まだ胸が痛んだりすることあったんですね。それに私傷つくのは嫌いじゃないはずなのに、この月は思ってたのよりずっと。じゃあその今日はここまでです。また泣いてるところを見られちゃうのとかちょっと勘弁ですし。何ですか、言っときますけど、ちょっとくらいの慰めなんか聞いてあげませんから。いいんですか？じゃなくって、言いましたよね、ちょっとくらいの慰めなんか聞いてあげませんよって。だからキスしてください。もう早くしてください。リソラ様、何をなさっているのですか？あ、リリちゃん、修行中じゃなかったんですか？私は本日の成果を兄様に見ていただこうと。いえ、それよりお答えください、ミソラ様。今一体兄様に何を迫ろうとしていたのですか？もちろん、いいことです。ねえ、騎士さん。いいこと、ですか？それは、具体的に、どのような…それは、秘密です。騎士さん、逃げますよ。兄様が宙に浮かんで…です。それじゃあリリちゃん、今から私と騎士さんがどんないいことするのか知りたかったら、私たちを捕まえてごらんなさい。お待ちください、ミソラ様。兄様を解放してくださいませ。こっちこっち。運動しちゃいましたね。リリちゃんも砂浜をいっぱい走って修行になったんじゃないですかね。修行のお手伝いができてよかったです。何のことですか？なんて
リリちゃんはすごいですね。本当に信じられないくらいいい子で、ロストしちゃった人を助けるために強くなろうとあんなに頑張って、戦うのなんて全然向いてないのに。それに何より、私に悪い子にさせられちゃったのに、私を責めたいはずなのに、その気持ちを理性で抑え込もうとしてて、本当なら見習うべきなんだろうなーって思うんですけど、ちょっと無理かなーって。ありますって、私が諦めがちなのもあるかもですけど、なんか違う世界の住人だなーって思っちゃいます。選んだ、あ、リリちゃんとクリアちゃん、プレシアちゃんをフォールンのアバターにしちゃったことですか？確かあの時は。そうそう、エリス様が表に出られるようになったら、レイジレギオンの皆さんとは多分喧嘩になっちゃうかなって気がしてたので、それで私一人で騎士さんやユイさんたちと遊ぶのはちょっと大変かなって思ったんですよね。ミロクさんは手駒を用意したりするの苦手って言ってましたし、騎士さん的にはマッとくるかもですけど、実際そうなんですよね。私普通の魔物とか扱うのあんまり得意じゃないですし、ペンポコリンは自立型じゃないですから、目の届かないところで暴れさせたりとかはしにくいんですよね。そうしたらエリス様がシャドウを自分で出せるアバターを作ってくれたんですよ。というか廃棄データの中から引っ張り出してきたみたいですけど、ただアバターは空っぽの器みたいなものなので、ロストしたプレイヤーの魂を入れる必要があったんです。それがリリちゃんたちで。そういう話じゃないですか？ああ、そういう意味ですか。戦力がなんで必要だったかじゃなくて、なんででしょうね。ああ、とぼけてるわけじゃないですよ。ぶっちゃけ本当に知らないんです。エリス様から預かったロストした魂が偶然あの3人だったので、その中にピーちゃん、プレシアちゃんがいて、手ごわいアゾールドさんへの切り札になりそうだなって思って、あの時はそれ以上は考えなかったんですよね。でも改めて質問されると、エリス様がどんな理由でアッちゃん、ピーちゃん、キューちゃんを選んだのかちょっとわかんないなって。どうなんでしょう。でもあの3人、いい子って以外はあんまり共通点なくないです？もしかしたらエリス様と合体してたミネルヴァも関係してるとか、あるいは何か他のとか。ごめんなさい、現状これ以上私から教えてあげられることはないっぽいです。どうしても知りたいならエリス様に聞いてみるのが早いかもですね。騎士さんからの質問なら何でも喜んで話してくれると思いますし。ああ、でもエリス様もう管理者じゃないんでしたっけ。じゃあ何でもは無理かもですね。エリス様、消えちゃわなかったみたいでよかったですね。もう管理者じゃなくなって、かわいそうじゃなくなって、普通の女の子みたいになって、もしかしたらランファさんだけじゃなくエリス様ともお友達になれるかもなんて。それか騎士さんをめぐってドロドロの殺し合いになっちゃうかもしれませんけど。え、私がエリス様に最初に会ったタイミングですか？あれはミネルヴァの城壁とか楽しそうだなーって思って、あっちに戻れなくなっても
そんなに未練とかないですし。それで耳を手に入れて、パソコンとかに詳しい人と超能力でお友達になって、ダイブアストルムして、そうしたら結構びっくりしたんですよね。パッと見普通のファンタジーっぽい世界だなって思ったんですけど、魔法とか私の使う超能力とちょっと似てて、シミュレーションって言うんですか？どうにかして架空の世界で再現しようとしているというか、まあそんなこんなでどうやって作ったのかなって興味が出て調べ始めたら、世界が何度もリセットされてたり作り直されてるっぽいことが分かって、その痕跡をたどってみたらたどり着いたんです。ギスさんも知ってるあの地下のお城に、正確には住んでるっていうか9割眠ってるような休眠状態だったんですけど、確か騎士さんたちがカイザーインサイトを倒すちょっと前だったかな。その時のエリス様は心が擦り切れていて、すごい力があるのに自分ではどうすることもできなくて本当にかわいそうで、って今更そんな振り返り必要ないですね。だってさっきも言いましたけど、あの頃のどうしようもなくてかわいそうなエリス様はもういないんですから。え？私とですか？どうなんでしょう。エリス様が私のことをキスさんに対しての100億分の1でも気にしてくれてたら、そういうこともあるかもですね。今は力をなくしてあの城でほとんど寝て過ごしてるみたいですけど、いつか気持ちに整理がついたら行ってみてもいいかもですね。エリス様から拒絶されなければですけど。なんだか今日の騎士さんはぐいぐい来ますね。さっきたくさん質問しちゃった私へのお返しとかですか？まあそうですね、エリス様ランファさん以上にコミュ障気味ですし、それに管理者じゃなくなって弱ってることや困ってることもあるかもですし、また何かお手伝いできそうなことがあるなら少しくらいは。そうですね、確かにそれはいいことかもですね。はい。ランファさんもですけど、騎士さん本当に私のことを気にしてくれるんですね。なんだか分かっちゃいました、私の一番弱いとこ。自分のお気に入りな人に心配されたり気にかけてもらったり優しくされるのダメなんだなーって。あーやばいですね、ペコリーヌさんじゃないですけどやばめです。キュンっていうかなんていうか、キッさんのこと本当にライクじゃなくなっちゃうかもしれません。あ、でもでもそしたらエリス様とお友達になるハードルはすごい上がっちゃうかもですね。というか普通に喧嘩になっちゃうかも。やっぱり血みどろの殺し合いかも。ヒリヒリでバチバチでドロドロでぐちゃぐちゃな修羅場とか、とっても楽しそうで、私的にはありよりのありなんですけど、いいことクラブ代表的にはダメですよね、多分。あ、そうです、騎士さん何人かに分裂できたりしません？魔法とか超能力とかで。そうなんですか、残念。騎士さんを増やす方法は
ちょっと考えてみるとして、ひとまずはエリス様ともキッサンシェアしてみましょっか。私が我慢できる間は。それはもちろん、エリス様からも他の怖い人たちからも、たくさんの女の子たちからも、全部全部逃げ切って、私と一緒に恋のランデブーですよ。どこ行きやがったあいつだ。まだ遠くには行ってないはずだ。探せ。見失っちまいましたね、班長。他の班からの発見報告もないし、危機にも反応なし。テレポートでも使ってくれたら大体の位置は特定できるんすが。くそ、面倒かけさせやがって。けどすごいですね、これだけの人数でもう何日も追いかけてんのに、ほとんど超能力使わずでガキ二人で逃げ続けるなんて。感心してんじゃねえ、もっと危機感を持ってバカ。ただでさえ上はイライラしてるったのに、万一 M3 号が他の組織に持っていかれるとか、どっかでくたばるようなことになったら、俺たちは消されるぞ。キッさん、大丈夫ですか？頑張ってください。向こうにぼんやり見える橋のとこまで着いたら交代してあげますよ。私にぴったりくっついて、汗びっしょりの背中に顔をくっつける番です。こんな風にキュッ。おっと、ありゃチェーン切れちゃったみたいですね。長持ちしてくれた方かもですけど。キッさんってば、本当にいい子さんですね。でもでも、そんなことしてたらすぐ追っ手に捕まっちゃいますよ、私たち。それか警察コースかもしれませんけど。多分入り口は違っても、行くとこは結局檻の中か実験室かなーって。こういうの同じ穴のムジナって言うんですかね。ムジナって見たことないですけど、前にも言った通り、私とってもレアなエスパーガールなので、いろんなとこから引く手あまたってやつなんですよね。ほんと迷惑もいいとこなんですけど、生まれとか運命とかそういうのだからどうしようもないんですよね。でも少なくとも今はそのたくさんの手に捕まっちゃわないようにしたくって、むしろ自分で誰かの手を引っ張っちゃうみたいな、こんな風にキュッ。ドキドキしちゃってますね、キッさん。私のハグ、そんなに気持ちいいですか？もう、女の子慣れしちゃってるんですから。とりあえず、次の自転車探しに行きましょうか。徒歩じゃ大して移動できないですしね。あ、キッさん、その顔。もう誰かの自転車を使っちゃうのはちょっと。って感じですね。今更気にしたら負けですよって言いたいんですけど、でも
キッさんいい子ですもんね。なのに私が巻き込んだせいで悪いことたくさんさせちゃって、すり減った靴も膝が破れたジーンズもそのままで、気が休まる暇もなしで楽に寝ることもできなくて、多分お家の方も怖い人たちに見張られてもう戻れなくって、かわいそうな騎士さん。でもでも約束してくれましたもんね、私に最後まで付き合ってくれるって今さら帰りたいって言ってももう話しませんけど、キュッ。それじゃあ自転車の前に何か栄養補給しに行きましょうか。お腹が空っぽじゃ心も体もしんどいですからね。まで来ちゃいましたね。まあ地図もないですし、どこの海だかわかりませんけど。はい、疲れましたね。警察とか組織とかいろんな人から追いかけられて逃げ続けて、でも本当言うと私、岸さんと会うずっと、ずっと前から疲れてたんですよ。体っていうか、心が、ですけど。けど、岸さんと二人っきりのランデブーの間は、そんなことも忘れちゃうくらい楽しかったです。はい。とっても楽しかったですよ。この夏が誰かに無理やり終わらせられるくらいなら、キッさんと離れ離れになってあんな場所に閉じ込められるくらいなら。夜の海綺麗ですね。真っ暗で広くて生きてる匂いがして、先が見えなくて世界の果てみたいで、吸い込まれそうで、なんだかおしまいって感じですザブーン。だってもう3日もお風呂入ってないですし、悪い子の上に臭い子じゃ岸さんに嫌われちゃいそうかなーって。だってもう3日もお風呂入ってないですし、悪い子の上に臭い子じゃ岸さんに嫌われちゃいそうかなーって。岸さんも一緒にどうですか。水が冷たくてとっても気持ちいいですよ。ほらほら、捕まえてごらんなさーいって。キッさん、泳げないんでしたっけ。キッさんってば、無理しちゃって。でも、来てくれるって思ってました。一緒。ですもんね。もう足がつかないですけど、こうして手をつなげば大丈夫ですからね。キュッ。はあ、いいですね。広い広い海なのに、私と岸さん二人っきりで、このまま流されて、波に誘われるまま、どこまでも行けちゃいそうです。目を離
らしません。絶対に。騎士さん、ずっとどこまでも水の底でも。キッさんってば、起きちゃいましたか。え？何しようとしてたかですか？マウス・トゥ・マウス、人工呼吸に決まってるじゃないですか。惜しかったですね。あと1秒寝ててくれればズキューンだったんですけど。いいえ、ちょっとお疲れモードっぽくてうたた寝しちゃってたみたいですね。それはもちろん、したかったから、です。リリちゃんもランファさんもエリス様もいないですし、こんなチャンス、めったにないですからね。けど、本当はあんまり抜け駆けとかも、いいことじゃない、ですかね。いいことって、やっぱり大変ですね。まあでも、前よりはすぐ諦めちゃおうって感じにはならなくなったかも、です。これって多分ランファさんや騎士さんたちのおかげです。あとここだけの話、私的には結構気に入ってるんですよ。今のこの壊れかけの世界のこと、エリス様が解放されて、管理者がいなくなって、すっごい不安定になったみたいですけど、でも、私のことを気にしてくれる人たちがいる世界ですから、そんな世界を、騎士さんと二人っきりで、ラブラブランデブー。もう、すっごく楽しそうなんですけど、でも、なんだかいろんな人がこそこそ狙ってるっぽいんですよね。管理権とか、気に入ったものとか人とか、私の手で壊すならともかく、よく知らない誰かに勝手されちゃうのは好きじゃないかなって。だからランデブーは夢の中だけにして、この夏が終わっても騎士さんと一緒にいいことしようと思います。たぶん。ってことで騎士さん、まずは栄養補給ですよ。はい、召し上がれ。いいことできたらご褒美です。この夏は騎士さんの視線を独占しちゃいますよ。だからほらほら、この水着の感想からお願いします。一緒にいいことしてキュンってなるたび、ラブに一歩一歩近づいてる気がします。本当の大好きまで待っててくださいね。
騎士さんって本当にお人よしですね。殺し合いまでした私とお友達になってくれたり、いいことクラブに付き合ってくれたり。お人よしさんと一緒の時間が長くなってきたせいか、最近昔と比べて変わってきたなって思うんです。考えることとかやることがちょっとずつですけど。昔なら考えないことを考えて、やらないことをやるとき、いつも騎士さんが思い浮かんでくるんですよね。そのうち騎士さんで頭がいっぱいになっちゃうかも。いいことするのってほんと大変ですよね。すぐ諦めたくなっちゃって逃げたくなっちゃいます。というわけでランデブーしちゃいましょう、騎士さん。思うんですけど、ご褒美あった方がいいこと頑張れるかなーって。じゃあまずはハグのご褒美お願いします。実は男の子との海デートって未経験だったんですよね。でも岸さんが私の初めてになってくれて嬉しかったです。自覚あるんですよ、歪んでるなーっていう。でも大事なものほど壊したくなっちゃうのは自分ではどうしようもないんですよね。だからランファさんや騎士さんに止めてもらえて、本当はちょっと感謝してもいるんです。大事なものって壊したくないから大事なわけですし。なので、ちゃんとお礼させてもらおうかなって。私から私の大事なものを守ってくれてありがとうございました。お礼のチュ。もっといいことしちゃいましょう。
じゃあ、そろそろ悪い子に戻ろっかな。いいことできたら、ご褒美です。騎士さん、はい、あーん。私たち、カップルみたいですね。本当にカップルでも、いいですよ。映えますね。写真撮ったら素敵な思い出になりそうです。海への行き来は、テレポーテーションにお任せです。かっこいい！名前は、プンプクポンとか？暑い日には冷たいものですよね。かき氷とか食べて、すっきりしたいです。恋人っぽいこと、青春っぽいこと、いっぱいしたいです。修羅場とかも。今だと海関連の本とか興味あるんですよね。魚とか海難救助とか。トロピカルジュースが飲みたいでーす。海の家で見たんですよ。カップル用ジュース。今だと海関連の本とか興味あるんですよね。魚とか海難救助とか。まったり。これぞ新ジャンル。おうちバカンス。水遊びの後は、しっかり体を温めないとですよね。よーしよーし。私といいこと、一緒にしましょうね。トロピカルジュースが飲みたいでーす。海の家で見たんですよ。カップル用ジュース。いい香りですね。リラックスタイムにちょうど良さそう。ご飯どうしようかな。あ、海鮮ラーメンとか美味しそうかも。栄養補給もバッチリ。遊びもいいことも、お腹が減ってたらできませんからね。ご飯どうしようかな。あ、海鮮ラーメンとか美味しそうかも。ザブーン！いいことスタート！装填完了！水分補給！バッキュン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 ！ノリノリです。装填完了。いいことしましょう。ゴーゴーロンブルゴー。ごめんなさーい。水分補給。バッキュン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 。遊び尽くしましょう。装填完了。
いいことしましょう。ゴーゴーロンドルゴー。ごめんなさい。水分補給。バッキュン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 。装填完了。いいことしましょう。ゴーゴーロンドルゴー。ごめんなさい。出し切っちゃいました。準備はいいですか？頼りにしているわ。装填完了。ジュルルン。水分補給。ノリノリです。ゴーゴーファイト。エリス様。ゴーゴーロンドルゴー。ごめんなさい。さすがに。エリス様。せーの、ドルルルーからの。さすがね。もう少しだよ。ミソラ、これは夢の残影。マクリア・エリュシオ。やったー。祝福を。水分補給。あなただけにしちゃいましょうか。エリス様。せーの、ドルルルーからの。さすがに。バッキュン。エリス様。ゴーゴーロンドルゴー。ごめんなさい。さすがに。仮面を外したエリス様、やっぱり乙女ですね。そう、自分ではよくわからない。やってみます。歌声と銃声で頑張って。ジュールル、穴だらけにしちゃいましょうか。バッキュン。私たちは止まりません。ゴーゴーファイト。絆パワー。せーの、ドルルルーからの。すごいわミソラちゃん。響かせて。これが海の声。アンコール。力になりたいから守るわね。絆パワー。ゴーゴーロンドルゴー。ごめんなさい。すごいわミソラちゃん。さようなら。アンコール。ミソラちゃん、響かせて。これが海の声。アンコール。はあ、お歌が綺麗すぎて眠くなってきちゃいました。もうミソラちゃんったら、膝枕。する？ドルルルルン。いいことスタート。ベタベタするよ。みんなよろ。水分補給。遊び足りんし。ベタベタするよ。みんなよろ。水分補給。レアさん。ゴーゴーロンドルゴー。ごめんなさい。ゴー。あなたらミスラちゃん。ネバネバしとく。スライミーストリーム。ゴーゴーキー。じゃあラストですよ。ゴーゴーファイト。ミスラちゃん。
それ、スライムサービス。やりすぎ。レアさん、ゴーゴー、ドンブラゴー。ごめんなさい。これはかいかうん。兄、世話お任せを。プレッシャーさん、起床します。こんなに変えてもゆるるん。お力添えいたします。穴だらけにしちゃいましょうか。張り切ってますね、リリちゃん。この翼、いいことしましょう。ゴーゴー、ドンブラゴー。ごめんなさい。お見事です。プレシアちゃん、これが私の食材、シャドースプリット。オッケー、スイグモピュー。クリア、放て、シャドウスプリット。バッチリ。すごい。どんな敵でも引きません。こう、リアさん、この力を使うしか。シャドウスプリット、頑張ったね。どうぞ、お楽しみタイムです。せーの、ドルルルーからの、お見事です。余裕。すがすがしい勝利ですね。お前様、準備はできてるわ。信念を祝して、アクセル。光よ、氷の道を。祈りましょう。ノリノリです。いいことしましょう。ゴーゴー、ドンブラゴー。ごめんなさい。よっ、ネフィーネラ姫、身の程を知るがいい。白雷夜天、雷神のごとし。我が竜、目覚めて。覚悟は決まったから、この一撃にかけるしかない。フロストパンク、かー、よっ、氷に、お披露目ね。登り竜よ、前、プロイデンスタンス。よっ、これで最後よ。ライラエル姫、姉妹でありつ、滅裂バンク、輪廻転生。お見事です。どうぞ、完了。いいことしましょう。ゴーゴー、ドンブラゴー。ごめんなさい。すごいわね。水分補給、お披露目ね。登り竜よ、前、プロイデンスタンス。すごいわね。噂にたがわぬ戦いぶりでした、ネフィーネラ姫。何ほどのことやありけぬ。ライラエル姫こそ、結構なお手前でありんした。心強い。エリス様とデート。挑戦完了。ジュルルン、祝福も。穴だらけにしちゃいましょうか。ラッキュー、もっと遊びましょう。みんなを、エリスさん、きらめきを届いて。アストラルプリズム、まだやれるでしょ。エリス様、ゴーゴー、ドンブラゴー。ごめんなさい。さすがの、エリス様、せーの、
ドルルルーンからの、さすがに。もう少しだよ。ゴーゴーファイト。もう一度あなたと。これは夢の残影、マクリア・エリュシオ。やった、未来を照らすためにきらめきを届いて、アストラルプリズム。いいですね、エリス様。せーの、ドルルルーンからの、さすがに穴だらけにしちゃいましょうか。まだやれるでしょ。穴だらけにしちゃいましょうか。お前との馴れ合いは望まないわ、草野ゆい。わかってます。でも私、また一緒に冒険したいです。キッさん、おはようございます。ほらほら、ちょちょっと水着に着替えてください。一緒にいいことするんですから。そろそろいいことクラブの役職でも決めましょうか。キッさんが部長、リリちゃんが新入部員で、私はキッさん専用の秘書兼ぬりぬり係ってことで。ビーチですからハプニングはつきものだとは思ってましたけど、ちょっとイメージしてたのとは違いましたね。普通はサメとか海賊とかじゃないですか？条件を達成すると報酬がもらえますよ。
立てますわよね。はい、よくできました。いいことできたらご褒美です。